サンタンデール銀行は、スペインマドリードに本拠を置く商業銀行グループである。同国最大手の銀行グループであるとともに、ラテンアメリカ地域全般、アメリカ合衆国北東部、ポーランドなどで店舗を展開する多国籍企業となっている。マドリード証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、メキシコ証券取引所、 ワルシャワ証券取引所に株式を上場している。現在のサンタンデール銀行は1991年にセントラル銀行とスペインアメリカ銀行の合併によって誕生したセントラルイスパノ銀行と旧サンタンデール銀行が1999年に合併して誕生した。この新合併銀行の名称はサンタンデールセントラルイスパノ銀行とされたが、 2007年8月に、現行のサンタンデール銀行に改称した。創業を、旧サンタンデール銀行の設立年である1857年としている。スペインの同業他社と同じように、スペイン語圏の中南米などへの展開を進める。一方で、ヨーロッパやアメリカ、アジアへの進出にも、積極的で2001年には、ロイヤルバンクオブースコットランドの株式8%を、 取得している。2004年にはイギリス第6位の商業銀行グループである RB ナショナル銀行を買収しヨーロッパ最大級の金融機関に成長した。同年マドリードに本社を移転した。2010年にはサンタンデールグループが A 住宅金融ブラッドフォードビングレイを吸収、受け皿となった。2017年6月。 経営破綻の恐れが出ていたスペインのポピュラールエスパニョール銀行を1ユーロで救済合併することを発表した。日本には駐在員事務所を置いているが本格的な業務を行っていない。しかしリップルッドホールディングスを中心とする投資ファンドニュー LTBC パートナーズに売却された新生銀行の再建に参加し現在も 発行済み普通株式総数の4.98%を保有する第4位の株主である。参加銀行には、前述した RB ナショナル銀行の他に、スペインのオープンバンク、2000年に買収したブラジルのサンパウロ州立銀行などがある。バンコ、サンタンデールコーポレートヘッドクォーターズ。サンタンデール銀行2016年12月25日閲覧。 サンタンデール・リブランズ・アビー・ブラッド・フォード・ビングリー。英国放送協会。2017年6月8日閲覧。サンタンデール銀河・銀がポピュラール救済、株主や、債権者ら損失負担。ロイター。2017年6月8日閲覧。サンタンデール・マクラーレンのスポンサーを継続。f1gate.com。 http://f1-gate.com コロンススララッッシシュュスラッシュマクラーレンスラッシュ f11609 HTML2011 年2月3日閲覧。ありがとうございます。